はい、今日やっと一つ捉えました。本日はですね、平成31年、2019年のですね、3月22日、今日は金曜日の今、お昼前なんですけども、今日はですね、朝はとても綺麗な空だったんですよね。快晴でいい空だったんですけども、あっという間に何本もですね、飛行機飛びましてですね、あっという間に白くなりました。ご覧のような感じです。もうすごいですね。たくさん何本も撮ってね。ところがね、なかなかね、いろんなこと他の今年やりながらやったので、なかなか捉えなかったので、1本はやっと捉えました。現行犯です。日本カルドって書いてあるんで、ちょっと会社のどんな会社かよく私わかんないんですけど、まあ、輸送会社ですね。日本の輸送会社です。今現地に巻いてます。はい。一応捉えておきますね。もう特定はしてあります。日本カーゴという会社です。まあ、日本の航空会社の中の、輸送機の会社でしょう。ずっと巻いておりましてね。今、雲の中に隠れましたけど、もうちょっと追ってみようか。もう特定はできてるんだけどね。今、この白い雲、この中に隠れてます。何度も申し上げるようにですね、今日はですね、朝は良かったんですよ。で、ところがもうその後ね、何本もほらご覧のようにね、たくさんほらもう空中全部巻かれておりましてね、ああ太陽の周りなんか虹みたいになんか輪っかができてますね。もうひどい巻かれ方です。特に今日はひどいですね。相当ひどいです。今どこ行っちゃったかな。ここから来て今この辺の上にいるんだけどね、ちょっと見失ったね、この線をずっと来てて、今この辺り音も聞こえてるんですけど、ちょっと白い雲がね、もう煙突の雲がずっと覆ってるんでね、見失いましたけど、日本カーゴです。日本カーゴ。カルゴっていうのかな。輸送機ですね。輸送機というか、その貨物機ですね。特定してありますから、これから写真、その飛行機の写真をですね、これから、この動画の画面にね、載せておきますよ。もう一回出てこないかな。見失っちゃったね。ご覧ください。太陽の周りね、輪っかができて、なんか虹みたいな輪っかできてますけど、この、要するにその光が当たって屈折してね、そのちょうど光が、虹が出てるところは全部ね、煙取る雲です。煙取る雲によって、このようなね、輪っかができてるわけですよ。光、太陽光線浴びてね。もうどっか見失っちゃった。でも一個ね、今日特定しました。これから出かけるので、いくつできるかわかりませんけどね。見てください、この空のひどい、この山上ですね。悲惨な状況を見てください。あっという間に巻かれましたね。もう1時間、2時間ぐらいでね、ひどい状況です。太陽の周りは輪っかができてません。まあ、もうちょっとね、できたら1つ2つ特定したいと思います。さっきの、もう一回出てこないかな。日本カーゴ。輸送機ですね。貨物機。失いましたな。でも最初の部分でね、捉えたよね。後でちゃんと写真を出していきますからね。皆さんよく覚えておいてください。それとマイクルです、ね。今日2期目、やっと2期目です。これはね、私もどんな会社かというとですね、ジンエアーと書いてあるんです。ちょっと私まだこれから調べてみます。よくね、どんな航空会社か分かりませんけど、ジンエアー。後でね、すぐに写真で出しますのでね。今、鮮やかにはっきりと巻いてるでしょ。西に向かってます。で、今日ね、先ほど申し上げましたよね。もう空全体ひどいんですよ。こんな状況ね。まあ、本当に悲惨な状況なんですね。もうどんどん巻かれて、後からですね。で、ちょっと目を離してる隙にね、ちょっといろいろ仕事をやりながら、ちょこちょこと見てるんだけどね、ちょっと目を離した隙にね、あっという間に巻かれちゃうんですよ。もう、ひっきりなしに参ってますね。もう空全体真っ白になりました。悲惨な状況です。誰も気づきませんけどね。早くみんな気づかないと。ジンエアーだそうです。これからね、すぐに写真を出してきますのでね。派手に参っております。で、これがね、バーッと広がるんですよ。見てください、これ。すごいでしょ、これ。すごい。今日はすごい。ずっと参ってます。今日2期目ね、本当はもう10期も20期も30期も多分ね、巻いてたんですよ。今お昼ですけどね。お昼過ぎかな。とりあえず2機確定、確認しました。特定しました。さっきはジャパンカーゴでしたっけ？その、輸送航空機ですね。からこれ2機目。
他にもいっぱい参ってました。またちょっと時間があったら入れますけどね、一旦切ります。今日はすごいです。はい、本命捉えました。これ穴です、穴。今日はいっぱい巻かれてるんですけどね、なかなか尻尾捕まえられなくてですね、まだ一つ二つなんですけど、これ穴ですね。ラインがこれです。これからずっとつながって、やっと一本捕まえました。穴が巻いてますよ。これから青空のところに来るんで見えるかな。ほらラインが見えるでしょ。ほらこれ穴が巻いてます。穴です。皆さん覚えてください。穴はケムトレル巻いております。穴はケムトレル巻いております。よろしくお願いします。穴はケムトレル巻いてますね。これね、今日はすごいんですけど、もう散々巻かれてるんですけどね、これ今巻いてるでしょ。散々巻かれてるんだけど、なんかね、巻いてしばらく経ってからね、バーッと見えてくるんですよ。だから巻いた瞬間はね、よくわかんないことがあるみたい。そういったものも最近出てるみたいなんだけど、これはちょっともうまた雲の中入ってるね、はっきりと捉えました。穴がケムトレルを巻いております。穴は日本のね、代表する航空会社ですけど、ケムトレルを巻いております。よろしく皆さん知ってください。今日は空はもうひどいです。こんな状況になっちゃった。空全体巻かれちゃった。もう20機、30機、40機多分ね巻いてるんですよ。もうちょっとだいぶ見逃しちゃったんですけどね、捕まえられなかったんだけど、今日3つ目かな。あ、ちゃんとこれは記録しておきます。はい、先ほどですね、日本の代表的な航空会社アナのね、アナがケムトレル巻いてるとこ捉えましたけど、これからね、コリアン大韓航空が飛んでくるんでね、もう特定できてるんで、どうなるかちょっと見てみましょう。もう空が真っ白になっちゃったんでね、もうあまりよく見えませんね。ちょっとこれは特定できないかもしれませんけども、一応待って、もうすぐ来ますからね。それでね、先日、まあ、ある方からの意見とかコメントとか質問とかでですね、まあ、この辺りがまだ、飛行機が上昇しているところなので、その高低差によってね、煙がですね、見えたり見えなかったりするんじゃないかという指摘があったんですけど、この辺りはもうね、そうじゃないんですよ。この辺りはね、完全にもうその巡航速度というかね、水平飛行でですね、一定の速度でずっと飛んでる地域なんですよ。だから、非常にそういう録画できるときはね、大気は安定してるんですよ。だから非常に安定していて、しかも水平飛行していて、まあだから空全体大体ね、ほぼ同じような気象状況ずっと広がってるわけですよ。で、その状況の中で突然煙が出てきたりね、煙が消えたりするってことがある、よくあるんですね。で、その時は、だからどう考えてもね、状況証拠としては、まあ普通に考えればね、普通のニュートラルな考えとしては、気象状況によって見えたり見えなかったりするんではなくて、実際に煙取りをね、まあ、スイッチをオンオフによって巻いたり巻かなかったりしてるっていうふうに考えるのがね、まあ、普通の一般的な当たり前の感覚ですね。それをはっきりと言っておきます。一応それを質問にお答えしておきますね。ちょっと前の質問なんですけどね、煙取れるの煙がね、煙が消えたり現れたりするっていうのは、この辺りではね、気象状況による変化ではありません。そうではなくて、実際にスイッチオンオフをしているということです。飛行機が見えないね。大韓航空。もうだいぶ空が白くなっちゃってね。ちょっとでも見えないかな。音はしてるんだけどね。もう行っちゃったかな。まあ一応それはね、言っておきますね。一応質問に答えておきます。この辺りは大変空気は安定していてですね。しかも飛行機は水平飛行を行っているところなので、気象状況の変化によって、煙が見えたり見えたりするってことは、私はないと。強く強く断言しておきます。はい。よろしく。